今宵二号再び。これまで言葉で綴ってきた成り上がり人生、二号が住んでいた上京当時の家から現在の家を巡り映像化。うわ本当だ、二号さんも買ってたんですか。これを見ればあなたの夢も幻ではない。21世紀成り上がり少年バラエティー、カリスマスク。カリスマ、それはその存在感や生き様で人々を魅了する者たち。カリスマスクとはそんな様々な業界におけるカリスマたちのマスクを剥がし、その知られざる素顔を伝えていく番組なのである。さらにその素顔を伝えていく手段の一つとして、越智雅人プロデュースの新ファッション携帯ブランド DATMO の真っ白なボディをキャンパスに現在の思いを具現化してもらうのだ。どうも。どうもです。ちょくちょく会ってますね。もうちょくちょく会ってますね、本当に、ね、最近。お久しぶりでもないですね。ないですね。アベイシングエイププロデューサー2号。アメリカの雑誌タイムで一郎と共に10人の日本の英雄として選ばれ、さらにシャネルで知られるトップデザイナーカール・ラガーフェルド撮影により、あの宇多田ヒカルと並び雑誌インタビューの表紙を飾るなど、今まさに世界が注目するファッション界のカリスマなのである。2回目ですね。2回目です、いいですか、2回も出ちゃって。いいんですよ。大丈夫ですかね。前回いろいろそのどんな家に過去住んでたんですかって聞いたじゃないですか、はいはい、2005年2月10日特別番組として放送された第1回目のカリスマスク。そこで2号は、僕は18から23までは桜上水だったんですよ。お店始めた時も桜上水で、階段ポン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 でね。あ、でもそれが一番分かりやすいですね。分かりやすいですよ。そしてこの時オチと交わしたあの夢の企画が今夜ついに実現。題して、2号の成り上がりツアーいや、まさにまさにぴったりじゃないですか。そうですよ、この番組に。そのどうやって成り上がったかを絵で分かるっていう。分かりやすいかもしれないな。だから最終的にはもう一回原宿に、あの家に行くと。あ、バージョンなんだ、 1.1 とか 1.1 の家にじゃ。一番初めが中野坂部。中野坂部、これが89ですね。4月から1ヶ月間はい。その後が桜上水。桜上水、なそこは長かったですね。そして今の原宿、そして倉庫と。そこじゃないんですよ。まあね、あれぶっちゃけネタバラすると俺が言ってくれてたんですよね。そういうね、それが勝手に雑誌に載っちゃったんですよね。そうですね、あ、ちょっと僕も申し訳なかったんですけど。なんと、本当に倉庫と呼んでいるんですよ、ね。まあ、ちょっと番組上倉庫って言ってもらえませんかという話だったんですけどね。それが一人歩きして申し訳ないんですけど。はい、わかりました。これだっていろいろ思い出あるんじゃないですか。ありますね。桜上水でよく行ってた中華屋さんとかありますよね。ありますね。カニパン時代ですよね。だって桜上水カニパンです。冷蔵庫の上にカニパン、マストで。マストで。ニコさんカニパンが好きなんですよね。カニパン今も食べます。今も食べますけど、それで食いつないでた時代とか、はい、あとどこであのモチーフの猿のデザインを思いついたとかいうのありますよね。桜上水ですね。桜上水、ね、ことが起こったの。桜上水か、なんでだろう。明細どこですか。明細は原宿。原宿ですよね。か代々木か原宿。94年なんていうのも話しながら、話しながら。で、今日はちょっと二号さんの何台かある車の中のある1台に全部中 CCD 付けさせていただいて、はい、移動中とかも話しながら、話しながら。いいですね、はい。じゃあまずは中野坂上行って、え、緊張してきた行って、だから、あ、ここですよって言ったらちょっと一応ピンポンとか。うう、落ちてないでください。まあ、あの僕そんな平気なんで全然平気ですか。俺ダメだな。
まず2人が向かうのは2号が東京で初めて住んだ土地中野坂上。今や長者番付で上位に位置する2号は17年前、一体そこでどんな暮らしをしていたのだろうか。最近撮ったんだけど あまり分かんなかったですか。分かんないです。どこ入っていったのか全然分かんないですね。細い道入っていって、ね、左側に中華屋があって風呂屋があって突き当たってみたいな。そこの風呂に行ってたんですよね。行ってました。そして風呂屋に行かない時は、ね、一番何が大変かって風呂屋大変ですよね。そうですよね。時間が決まってるんで、風呂屋に行かない時はなんか なんだポンプ式シャワーみたいな。ポンプ式シャワーの東急ハンズとか売ってる、あの要はキャンプの時とかに使うやつですよね。 そうですね。そこらのキッチンでこう頭だけ洗う、中にお湯入れて、お湯入れて、まあ、お湯ならまだしも水もあるぞみたいな。水もそのお湯寝る前につけて、うん、お湯になるじゃないですか、うん、朝起きると。でそのお湯だけで洗い切ればいいんですけど終わっちゃったみたいな。そのあれアパートの名前覚えてます？今から行く中野坂上。それの思い出せなかったんですよ。これ判明したんですよ。アソカコープ。あ、アソッカーなんて。ニコさんこれ放送しますよ。そうだ、アソカコープだ。アソカコープですよ。そうだ、懐かしいな。懐かしいですね。だって共同玄関ってことですよね。そうです、トイレも共同です。で靴を脱いで裸足で自分の部屋に行くってことですよね。はい、はい、そんな2号さんがこの間ニューヨークに行ってきて、あの、はい、ルイ・ヴィトンのなんかイベントあったんですよね。そうなんですよ、ね、でビヨンセもこの間来た時に来たんですよね、お店に、ね、はい、ちょっとお店で2号さんのワッツアップなんで、でもう貸し切りでみたいな貸し切りで。そしたら何かのその後見たらプライベートで着てたな。あ、もう一回買ってた T シャツかな。あ、着てたんですか。着てましたね。嬉しかったな。なんプライベートで着るっていうところ嬉しいんですね。うん、本気ですもんね、そこはね。そこはちょっと良かったですね。そんな風になってんですね、17年後にねそして17年後にこうやってまさかテレビ番組で帰るっていうのも不思議ですよね。なんか不思議です ね、 なんかね。あんまりその時って考えてないですよね。あのがむしゃらにやってただけですよね。なんか、うん、今でも考えてないですけどね。あ、がむしゃらですけどそれは変わんないんだよな。あんまりだからなんかこう未来ばっか見ちゃうと苦しくなったりもするじゃないですか。うん、そのやっぱりいかに今がっていうところが、うん、僕の場合、うん、楽しいかとかっていうところがポイントですね。だからこれカリスマスクの時に最後にメッセージって言って、あまり妬まずって言ってるんですよね、二号さんね。あ、そうですね、そうですね、それは。ただまあそのこうあまり妬まずそれを信じてこう頑張ればいつか夢は叶うんじゃないかと思います。あれがすごい印象的で、あ、でもそれってすげえなーと思って。うん、あのなんか遠藤君の人に差をつけないみたいな。はいはいはいあの人に順序をつけちゃダメよということですね。もうこれさえ多分思ってればいろんな人とこういろんな会話ができるし、うん、いろんなインスピレーションをもらえるかなと思うんですよね。っていうのもちょっと受けたんですなるほどねいいこと言うじゃんみたいな確かにそうかもな、うん、あれメッセージって言うとみんな結構ギュッと追い詰められるんでギュッと喋るんですよね、ちゃんとなんかこう思ってることを。そうですね、こんな名言を言ってくる、うん。あんまりだから昔から妬んだりってなかったんですか。なんか人がこういい生活してるいいなとかそういう。あ、いいなとかいつか自分もとかそういうのないですね。はあ、
まあその時その時で自分の中で多分ベストな環境、身の丈に合った、うん、だと思うんで。でもね、そういう今から行く中野坂上だったり風呂なしとかね、ワンルームマンションの時に先輩で絶対いるじゃないですか、もうもはや。ああ、確かにガーンってね、うん、いましたね、代官山とかに。そうですね、どこに住んでる人とか。それも妬まない、なんかあれですか、結構昔から親御さんの教育とかあるんですか。それは、いや、それないですけど、結構素直にすっげーって思っちゃった。例えばその誰かの家に行って代官山とかで、うんうん、うわすっごい家だと、うん、それをそこは妬まないですね。そっかそっか、わーほんとすげーやって、やばいねみたいな、うんうん、ああまあ自分もいいなある日なとかって軽くまあ思う。そうですね、うん、それすげえわかるな。でも今の二号さんちは妬まれるかもしれないですねやっぱりな、妬んじゃうと、まあ、勝負にならないっていうか、うんうんうん、感じじゃないですか、うんうん、そこで終わりですよね、うん、それで、うん、それ以上いかないですよね、うん、どうも見て笑っていただければバカだなぁ2号さん携帯これめちゃくちゃ売れたんですよ。売れたっていうかもうだから30分でなくなってましたね、3種類。早いですね。早いですね。早いよなぁ。でもこれやっぱり携帯だから不思議なんですよね。このエイプでこの携帯のサイズっていうのはこう見たことがないからみんなびっくりするんですよね。何それって言って。確かあまりそういうのとかやらなそうだしな。うん、そうですね。うん、だからもうピンクのやつとか本当可愛いですよ。女の子持ってたりすると。ですね。はい、あ。ここで周りに使ってる人いたなあ。もういますか。割といましたね。さあ今西参道ですけど、あんまりこっちの西新宿方面とか来てます最近。あ、来ますね。僕よくあのお昼とかパークハイアットとかデリーとか買いに来るんで。あ、だってパークハイアットっていうのの中に入ってるんじゃないですか正確には入ってますね。正確にはね、うん、何ヶ月ぐらいでしたっけ。結構長く中で移動して、うん、いましたね。それはどっかに借りながら疲労とかに。え、前にちょっといろいろありまして、うん、ちょっとあの家の工事とかで。ああ、なるほどなるほど、ええ、出ないといけなかったりとか。ちょうどできた頃ですよね、パークハイアットは。いや、割と後ですか。もうここ何年かですね。ああ、本当ですか。来たのはやっぱでも本当はホテルとかに住むのが一番自分は合ってますね。あ、結局あの遅くなって家に帰るじゃないですか、うん、食べるもん お菓子とかまず食べないんですよ、うん、家にそういう買ってあるってこともないんで、うんうん、あのそれでお腹すくんですけど、うん、食べなくていいやっていう人なんですよ。あ、すごく体に悪い、うんうん、空腹でもいいかめっていう、寝ちゃえ、うん、寝ちゃえみたいな。ただやっぱホテルとかだと軽くね、ルームサービスって、うん、美味しいし、うんうん、コンビニ行かないんで。コンビニ行かないですか。コンビニ行かないですね。コンビニの食事はあまり食べないですね、うん、なんか雑誌買ってるとかあんまないですか。ニゴさん雑誌読んでるイメージないですね。あの日本の雑誌、海外のファッションショーほら家に行くとあるけど。車雑誌ありますよ。あ、車とか車雑誌ある、ね、狂ったように。はい、はい、ありますね。月末。そっかそっか。7冊ぐらい出るんで片っ端から買うっていうあれ漫画読まないですか、ニゴさん。漫画もほとんど読まないですね。ジョジョのジョジョぐらいかな読んでた。あ、イメージないですね、あんまりね。そうですね、僕も読まないんですよね、漫画。漫画読まないな。
コンビニそっか行かないか。自分がちょっと掲載誌とかちょっと見ますけどね、会社とか。はいはいはい。あとああいうエプトシック特集のムック本とか。はい。作るのは好きなんですけど、あんまり見ないかも。もう見て影響されても、もう影響されるものはないですけど。どっかに残っちゃうの嫌ですもんね、脳にね。そうですね。おお、この辺の初台。ああ、結構リアルに。友達いたな。住んでてよく来てましたね。はい、何やってた人ですか。いや似たようなやっぱり職業、うん、ですね。やっぱその頃の人たちってそんなにこうだんだん離れていく感じはあります。いや、あでも僕はもう確実に一人ぼっちになりましたね。あ本当ですか。うん。あんまりもう交流。うん、もうそこまでは。その時期の仲の良さみたいな。その時もそこまでは仲いいんですけど、うん、割と一人の時間がないとダメなんで、はいはい、あまりつるんだりしなかったかな、うん、でもみんなビッグになってしまいましたからね、うん、俳優さんとか。そうかそうか、子供もできたしな。ニホさんあんまりつるまないですよね。そうですね。なんかつるまないな。なんかこ こうそういうなんていうかデザイナーとかそういうアパレル業界ってイメージあるじゃないですか。なんとなくみんなでわーってなってるような。あそっか。そうですね、うん、でも時にはやるんでしょうけどあんまないですよね日常でね。ないですね。ねえ僕もつるまないんでね。つるまない。富士山つるまない。そうですね。つるまないですね。なんかダメじゃないですか。ダメっていうか、いや、こういたたまれなくなるっていうか。あ、はあ、あれ平気な人はいるじゃないですか。その人たちは平気で全然いいと思うんですけど。確かに。逆につるんでないとダメな人もいますよね。いますよね。一人がダメっていう人いる。はいはい、だ男同士二人で飯食うとか全然平気なんですけど、ダメな人っていますよね。こうもどもどしちゃい始める人っていうか。確かに、いるよな。いますね。ねいますよね。あおこれ結構リアルになってきてんじゃないですか。中野坂上。えこっちから入って行ったことない。多分あのちょっと手前で止めてそこから歩いていきたいんで。なるほど。スタッフが場所も調べたんですか。いいポジションに多分駐車をしてそこまで歩いていくみたいな。あそうなんだ。こっちのあでも引っ越す時に、はい、この道通ったかも。なあのあそうですか。1ヶ月で出てもう嫌になっちゃったわけですよね。で1ヶ月で耐えられなくなっちゃったんですよね。あそっか。コーポどうなってんだ。あるんですかね。いや、どうなるんだろう。場所は調べてあるんですけど。どうなんだ。あるのか。あそかさんなんですかね、これじゃあ。いや、大江さん、あそかじゃなかったような気がする。あそうですか。ひらがなであそかですよ。あそか。あそか。感じになってきましたね。うわここどこ。ここどこですか本当にみたいな。こんなところ覚えてないな。2号誕生の場所ですよある種ね。でもどこでもよかったんだよな東京に出てこれれば。そうっすか。うん。おハザードつきましたよ。さあ到着しました。はい。覚えてない。覚えてないですか。こんなじゃなかったですね多分。これ整備されてんじゃないですか。この17年間で。ちょっとじゃあアソカコーポ行きましょうか。行きましょうか。はい。ニホさんどっちの人ですか。こっちでいいです。あこっちの人ですか。俺もそっちの人なんですよね。あらあら。そういうのってありますよねなんか。ありますよね。女の子となると。ありますね。
女の子と歩くときは危険な方に行きます。おや、かっこいいこと言ってるよ。あ、なんとなくわかる、わかるかも。マジですか？ちょっと見えたかもしれない。マジですか？黄色いハンカチ出てますか？迷彩迷彩の黄色いハンカチ。あ、絶対この辺だ。マジですか？向こうから来て曲がったとこ、曲がったとこですよ。さあ、ニゴさん、いよいよ、いよいよ、ここから曲がると、阿蘇がコープなんで、果たして黄色いハンカチが出てるかどうかを、迷彩の黄色いハンカチを見に行きましょう。笑っちゃいますね。ちょっと行ってみようかな。え、どこ、どこ、え、どうですか？あ、なくなってる。マジっすか？あれ、その辺ですよね。え、あれですか？あのマンションがあるところですか？ないですか？ないです。あるはずないと思ったんですよね。いや、でも17年ってやっぱ買えちゃうんですね。売っちゃったのかな。買えばよかった。出ました、買えばよかった原点。あそこ、そうじゃなくなってる。 K フラット、違う、どこになってる。ものすごいおしゃれになっちゃった。ないんだ。え、何あれ、なんかやってますよ。一応ゼミある。前に NI つけたら2号です。ほんとだ。2号ゼミナールじゃない。はあ、ここに木造で共同玄関で、ね、ちょうどこのぐらいの深さで部屋がいっぱいあって、でもそこで靴脱いで上がって、トントントンって上がって、こっち側にトイレがあって、ここ3階だったんですけど、台所で頭洗ってたわけですね。まさに。そうですね。ここなんだ。ちょっと落ちましたね。落ちます？なんでですか？やっぱり変わってる、変わりすぎる。なんか実家がなくなっちゃったみたいな。ああ。そんな感じだな。ちょっと哀愁ないですもんね、おしゃれで。そうですね。原点見せたかったな。ねえ。グレーの毛足の長い絨毯を引いたんですよ。それ今でも覚えてるんですけど、うん、で毛足が長すぎて、うん、ほこりだらけ。でターンテーブルを置いてあったんですけど、うん、その棚が黒なんです、はい、ほこりだらけです。それもともと買ってきたんですか？毛足の長い、買ってきました。買ってきたんですか？サイズに切ったんです。あ、この中でもその4畳半でもちょっといい感じにしようと思って。そうなんですよ、頑張ってたんですけど、ね、あまりにもその毛足の絨毯が安いから。そうですね、抜けちゃう。シルバーグレーみたいな。そっか。これの何階だったんですか？3階です。3階の部屋番号いくつでしたっけ？部屋番号いくつ？じゃあ4個目ですね。304、ちょうど真ん中でやったんで。でも真ん中から向こう側に行けなかったんです、怖くて。マジですか？薄暗かったんで。あ、そうですか。ちょっと怖いな。そんなだったんだ。怖がりだったんですよね、その当時。ちょっと中見てみる。これでも304号室誰が住んでるんですか？ないんじゃないですか？ニゴさん、衝撃事実が、はい、304ないです。確実に消滅じゃないですか？消滅ですよ。でもここにはもうなんか普通の人が普通に住んでそうだよね、夫婦とか、学生とか、学生とか、うん、そうですね、ワンルームなのかな。そうなんだ、これは。ちょっとへこんでますよ。かなりへこんでるな。ここの1ヶ月はじゃあ DJ やって、いよいよ洋服屋やるかみたいな。いや、全然全然、まあ、とりあえずまだ学校に行くのが一生懸命です。そうだ、分腹で1ヶ月でも耐えられなくなって脱出と。脱出と。せめて風呂は欲しいな。せめて風呂欲しいなと。でも家賃何万、これですか、3万7千円ぐらいじゃないですか？あ、そうですか。違うかな、3万5千円。でもまあそんなイメージないですよ、マジで。そうですよね、じゃあ2つ目の桜浄水
最も長かった。最も長かった。居心地が良かった。はい。行きましょうか。じゃあ移動。移動しましょうか。移動しましょうか。なんだよ、ないよ。本当に気をつけてください。ちょっと今あまりショックで。今あれですよね。ぼーっとなんか。ちょっとないんだ、もう本当に。多分なんかタイムマシーンっぽいんじゃないですか今日。そうですね。はい。だからまだ全然もちろん学生でロンドンナイトですよね要はね。ロンドンナイトもちょっとあれですけどよりはその後ファミリーっていう藤原ひろしイベントの方を手伝いしてたんで、うん、まあ同時期ですけど、はい、それでまあ自分でもやってみようといよいよ服を。そうですね。うん、なんか乗り始めたからな。でも多分編集とかスタイリストメインでやってましたね。あ、そうか。桜上水は。そうだそうだ。あ、でも それなんて桜上水の結構ケツの方ですよね。そうですね、だいぶ。うん、最後の2年ですよ。だって初めの2年はだからカレー屋さんですもんね。1年中か。そうです。原宿のカレー屋さんでバイトして、でも家賃とかって自分で払ってたんですか桜上水時代は。学生の時は仕送りだったんですけど10万ぐらいもらったから、うん、学校出てからは多分そこそこ稼いでたんで、うん、払ってたと思うんですけど振り込んでたな駅前の機械からよく ATM から。そうですか。ニノさんってヨーロッパとか行くんですか。ヨーロッパ苦手ですね結構。やっぱニューヨークの方が。やっぱニューヨークの方が、うん、なあニューヨークかな次は。次ニューヨークですかね。ニューヨークでペントとか借りですね。いいっすね。無理だろうな。いやいやいや、そうだからこの次どうするか、この DVD とカリスマスク同時に。そうですよね、はい、ニューヨークとかいいような気もするんですけどね。あとは、うん、ニューヨークいいですね。じゃあ夢のツーショットはないですね。夢のツーショット、そうですね。今のところはね、ないですね。ないですね。じゃああの表紙とかとんでもなかったんですか、やっぱりどっか。うん、そうですね。なんか特別。まあでもあれはもともとそのまあ事務所の方からっていうお話もあったので。ああもう近いぞ。甲州街道好きなんだよな。あ、そうですか。なんかいい感じが。うん、僕中央高速嫌いじゃないですね。あ、そうですか。あのオレンジの光がパーってなって、はい、甲州街道って昔から走ってっからなんかこうあんのかな。ダメですか。あんまりダメなのかもしれないですよね。うん、そう、苦しかった頃のことを思い出す感じ。おっさん、元気とかもあれですか。そうです、僕は元気はデビューです。だから僕はやっぱりオーディションで受かって伊藤さんが師匠で、それ元気が元気やってくれて。俺ミスったもんな、ほんと一番好きだったの熊野前商店街行きましたからね。いまだにマジでこの間、なんだっけな、引き出し開けたら、猫招き、猫招きちゃんとオリジナルですよ。最近 DVD 出た再発じゃなくて、はいはいはい、オリジナルまだ入れてあって。なんでこれ持ってんの。ちょっと縁起がいい。へえ、だって高校生ですよね、ニコさんね。中学生かな。中学生、中学生ですね。そうか、そうなんですね。やっぱあの番組って魔力があったんですよね。なんか面白かった。じゃあこういう風に
撮ってる時おじさんそういういたんですね。いましたね。車の中に大変そうだな。いや大変でしたねあれは。足向けて寝られないんですけどね、本当に。伊藤さん、むしろ普通にリュックとかちょっと普通にいますよね。結構な、俺たけしの番組好きなんだよな。あれ北のチャンネルでしたっけ？北のチャンネル。あの高田さんとやってた。あ、北のファンクラブ。あれも僕入ってました。本当ですか？はい、1回目から。あれは本当におもろかった。あ、本当ですか。初めスペシャルでやってたんですけどね。あ、スペシャルだったんですね。はい、あのなんかもうケチョンケチョンに言うじゃないですか。本当面白かったね。この辺に新聞がこう置いてあって、はい、はい、僕らが集めて。あ、そうなんですね。懐かしいですね。もうあれは、あれ伊藤さんですか？いや、あれは違う会社なんですよ。あれはオールナイトニッポンの武井さんがラジオやってて、はい、辞めてそのままテレビでっていう風になる時に呼ばれて行って。懐かしいですね。あれ面白かったな。本当に初めの頃とかすごかったんですよ。なんか変なコントとかもあったの覚えてます。海パンデカっていう。覚えてます。太陽さんが突然カイパンデカだなとかって言い出して、すげーだと思って。あと全裸ラジオ体操とか。あー、なんかわかるな。全員裸でラジオ。あれ DVD 出ないですかね。あ、本当ですね。あの、あれ面白かったんだけどな。最近刑事よろしくってたけしさんの、はい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 、あれ出たんですよ、全部 DVD で、刑事よろしく超面白いですよね。超面白いですあれ。買いました。で一緒にあれが出たんだよな、学問のすすめとか。はい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 、はい、同じあの久世さんっていう演出家の方の。くだらないですよね、刑事よろしく。面白いですよね。刑事よろしく。ミッキーと出てるね。ミッキー出てますね。そっか、意外と仁王さんが、じゃあおじさんがあの入ってた番組結構見てますね、僕ね。そうですね、お笑いウルトラクイズとか。あ、昔正月とかにやってた。はいはい、必ず戦車とか出てくる。はい。そっか、日本さんでもテレビ見ないのにやっぱ武志さんってすげえな。僕らの世代もありますよね。そうですね、はい、僕も本当に武志さんに憧れて普通に応募しちゃった人なんで。あ、その番組で応募したんですか？番組で募集してたんで、そういう企画オーディションみたいな。あ、そうなんですか。たけしさんに会えるんじゃねえかなんつってハガキ書いて送ったら。企画書くんですか？企画を書いて送ったら、なんか第一次審査を通ったんで来てくださいとか言われて行ったら、なんかものすごい人数来てて。すごい人数いるんですね。すごかったんですよ。でもなんか普通にオーディションで受かっちゃったんですよね。すっげえな。安易な話ですよね。それが今日現在こうなって仁王さんと買っていて、仁王さんの家を巡る不思議な話なんだよな。不思議だな。面白いですよね、人生っていうのはね。あ、いよいよ近くなってきましたね。来ましたね。さあ2軒目、桜上水、はい、到着しました。この公園とか覚えてるんじゃないですか？これはなかったですね。あ、なかったですよ。もうでも、はい、家賃が7475757パどれかです。ちょっと倍に上がるわけですね、じゃあこの1ヶ月間でね、中野坂上から、はい、お母さんごめんなさい。お母さんごめんなさい。そしてありがとう。あ、もうそこですね。あ、もうそこですね。 ありましたよ。おお、これだ。ここですね。今回は黄色いハンカチ出てましたね。出てましたね。はあ、ここにいたんだ、仁王さん。え、ここで猿のあれですか？ここが誕生のモチーフ。
変わってねえな、ま、でも何年かに1回こう見に来て通り過ぎて、あまだあれだなとかって、ここはあったんですよね。ここはありましたね、中は見たことあります？中はないですね。しかも今回2号が若き青春時代を過ごした部屋にカリスマスクのカメラが潜入。え、ここ入っていいんですか？ご好意により。え、本当ですか？はい。嘘？本当に。本当はいてくれる予定だったんですけど、ちょっとどうしても仕事が入っちゃって。え、なんと。いや、ちょっとだけ見るのはいいと。あ、思い出す。え、本当ですか？はい、思い出すために。そんなこと。開いた。ごめんなさい。これやっとくと開けてください。失礼します。ついにエイプ誕生の地、2号が過ごしたワンルームをカメラが捉える。このイメージですか？このイメージだ。17年前、ここなんだ。感動。ちょっと入ってます？入っていいんですか？はい、あの許可取ってますんで。本当ですか？はい、あ、これだ。うわー、リアルだな。この広さ見てください。そうですよね、これテレビで伝わるかな。もうだ、手を伸ばしたら、だ、二号さんのあれですよ、はい、家にあるカウズ君の絵の大きさですよ。確かに。マジで浴槽ですよ、二号さん家の大きさぐらいですかね。こんなことってあるんだな。このこれがなんかちょっとウッドっていうか、ウッドな感じが効いたわけですよね、はい、寝るのはこのロフトで寝るわけですよね。そうです、この上で。上でね。そうなんです、こういう風にアナログを、この上に。うわ、本当だ。アニゴさんも買ってたんですか？そうなんだよ、まさか見れるとは思ってなかったな。ちょっとすごいじゃないですか。やっぱな、俺こういうリアルに一人暮らしの家って見た方がいいですね、たまにね。うん、そうですね。ぶっちゃけ二号さんの服を買い、僕のテレビを仮想で見るわけじゃないですか。確かに。なんか確かに物を作って世の中に出してる時に一瞬忘れますよね。うん、そうね。クローゼットがあって、この感じ、これやけに急だったんですよ。はいはいはい、急です。レコードをこう持って上に行くのってすっごい大変だったんですよ。ああ、本当だ。すごい。風呂どこですか？これですか？これです。うわー、ちょっとリアルだな、これ。電気どこだろう。あった。狭いな。これ2号さん、これ5年もここで暮らしたんですね。うわ、すごいな。結構すごくないですか？すごい。5年ですよ。やっぱ新山さん、いいんだか、あの豪邸見ても引かなくなりますよね。だって努力の結晶じゃないですか。そうか。本当にトキワ荘みたいな話じゃないですか、だって。ねえ、だって手塚さんとか、ああいう名漫画家たちが一生懸命描いて、うん、で今皆さん豪邸に住まれてるわけじゃないですか。そうですね。ねえ、すごいな、原点が。本当に原点すごい。あ、湯船使ってました？あんなか。いや、無理くり使ってないです。もうシャワーだけですか？はい。あれだけ、ね、カーテンがかびちゃって、かいて取って取って、あれ洗濯機 ありますね。洗濯機ここだ。いや、今なんていいですよ。でもコンパクトだから全部。そうか、そうか、でかかったですもん。はいはいはい、小さいの中で。冷蔵庫もね。これもこれ結構幅取ってます。洗濯機もね、うん、今じゃあのランドリールームですよ。あそこに住めるじゃないですか。だってあそこ住めますね。住めますね。これ平気ですかね？いや、大丈夫ですよ。そうだね、これがすっごい安定しないんですよ。もうこれ安定した。よく分かってますね。あ、でもちょっと、あ、すごい、この人ターンテーブルある。あ、本当ですか？はい。ちょっと二号さん、やっぱりこれせっかくなんで、今日借りちゃってるん でテレビでじゃあメッセージ伝えたいんで、カメラ目線で。あ、急に。大関さん、ありがとう、今日は。ありがとうございます。大関さん、必ず出世します。原点ですからね。原点ですからね。しかも2号さんの1個上に住んでるわけですからね。確かに、
はい、ここです。ここですかね。いやよかったですね、これ終わって。下駄箱なんだよな、傘。あ、ちょっとこれ今から2号艇行きますけど、ほんのすごい振り幅ですね、これ。成り上がりですね、本当にね。まあ、こっから今ですからね。まあそうですよね、うん。この多分ダイヤがなければこの絵も、ああ住んでるんですかって感じもしますもんね、普通にね。普通ですよね、変わってないんですよ、格好が。時計が似合わないですね、ここにね。格好変わってない。いや変わってないですよ、だって T シャツデニムですからね。ずっと変わってないですね、うん。いやすごい、すごいわこれ。なるほどね。いやここはこれ固まっちゃいましたね。固まりますね、すごいわ。あでもそうですか、入ったのがじゃあ何年ぶりですか。え、だからほんと10、もう十何年ぶりですね。何年ぶり。11年ぶり。外は見てたけど、中は忘れてたな。この質感はもう全く覚えてないですよ。やけに音がでかいんですよ。だってさすがに恋の思い出もあるでしょ。いやほぼなしですね。あ、そうですか。本当に服とかレコードだったんですよね、ほとんどないな。ここから先は分かんないですけど、うん、なんすかこのこういうまさに部屋にワンルームに住んでる時にどう思えばいいんですかね。やっぱりニオさんはわーっとふわっとしてても来ちゃったんですよねって感じでできる人ですけど、うん、やっぱこうぐーっとなる方もいるじゃないですか。どうなんて言ってあげたいですか、そういう人たち。いやでもね、でもこれ楽しかったらそれでいいと思うんですけどね、うんうん。それでも抜け出したいっていうか、でも上見ちゃうとね、上には上がいますからね、うんうんうん。まあ、考えないようにした方がいいですね、うんうんうん。考えすぎると やめたくなっちゃいますもん ね。空回りしそうだしな、うん。お邪魔しました、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ行きますか。いやいいっすか。いやどうぞ。見るとね、あれは思い出せなかったわ。でも愛着がやっぱり、うん、いけるんだな人間って。でもやっぱりなんかこうやりたいことがあるからあんまり感じないっていうかね、うん、うん、なんか別に狭えなとかも思わないんじゃないのかな当時。何も多分思ってないと思います、ね、うん。でも夢がありますよ、あのこれ見たら、なんかでもちょっと贅沢だな俺って思っちゃいました。こんなこと思ったの初めてです。贅沢だなっていうか、うん、ちょっといろいろ考えちゃう、はい、考えさせられちゃいましたね。そうっすよ、うん。だから今のとこで猿作り始めて出てって、その次が代々木じゃないですか。代々木、今度代々木は一気に 3L かなんかになるんですよね。2L です。 2L、 はい。家賃も20何万だと思うんだけどな。ここで一気に行ってんだよな。やっぱりそのまあ変な話、引っ越せたけど引っ越せなかった、引っ越さなかったっていう、はい、桜浄水か、うん、その段階あっていいですもんね。そうですね、一気に行ってますもんね。それなんで引っ越さなかったんだろうな。代々木が94年3月から11月だから7ヶ月8ヶ月あんまり愛情が湧かなかったのかもしれないですね、場所的にね。そうですね。そこを出てで原宿、その次の中目が、中目も今1年ちょっと、
こうやって見ると1年大体1年半で引っ越してますね。それ周期ですね。周期ですね、うん、飽きちゃうんじゃないですか。1年半恋愛は長いんですけどねそうですか。15ヶ月で大体15じゃない18ヶ月。環境がそうだろうな。会社とかも結構引っ越したりしたから、うん、職業柄なんですかね。どうなんですかね。っていうか成長しちゃってるから引っ越さざるを得ないとかもあるんじゃないですか。うん、あと物量もすごいんで。物量とか、うんうん、あ、そうですね。世の中に来るちょっと前じゃないですか、ニオさんやったのって。あれ何のかあったんですか、迷彩にしようかなみたいな。昔なんか迷彩のスニーカーとか入ってたんですけど、ね、はあ、で迷あのうちのエープの迷彩じゃない迷彩でもものちょっと作ってたんですよ。はあ、ただそれだと変わんないですからね、どこでもできちゃうし、うんうんうん、みたいな。そうなんだよな。発明っていう意味ではすごかったのかな。いや発明ですよね。まあ僕はあのディレクターじゃないですか、はい、フリアなんでやっぱりデザイナーがすごいデザイナーが2人いるんで、はあ、日本人、もうずっとやってる、一緒にやってるんですけど。年齢も同じぐらいの。そうですね、同じ世代ですね、はい、そのデザイナーの 子はさっきの桜上手に、まあ、エープ一緒に始めた子なんですけど、はい、よく来てました、毎晩。へえ、今もじゃあそういう彼らはいるわけですよね。います。すごいよな、一緒に始めてこうなってくの。仕事のことはほとんど話さないです。それが多分いいと思うんですよね。うん、何やうんぬんとか会社がどうこうっていうのは、それはそういう人と話して、そういうクリエイティブな人とはスター・ウォーズやばいよねとか、うん、スター・ウォーズのおもちゃのバリエーション違いとかそんなこと話しますからね。いや見てきました、ニューヨークで。ニューヨークで見て、こっちも見ました。え、こっちも見たんですか。こっちはなんかそのプレス用の、はいはいはい、試写会。あ、マジですか。18かなんかありますね、国際フォーラムで。ありますよね。僕とあの10日に行ってきます、あのなんかヒルズで。ああ、あの天候、何でしたっけ、セレクスの。セレクスの、はい、それな。それジョージ・ルーカス来るってやつですか。え、マジですか。10日ぐらいに来てるって話ですけどね。ほう、夜中の12時ですよ。でも、あ、そうなんですか。18はじゃあ国際フォーラムですよ、確かに、はい、レッドカーペットで。レッドカーペット。俺ダース・ベイダーの格好してリオちゃんと歩くって言ったら、一緒に歩きたくないって話かで、俺マスク取って俺だみたいなそしたらなんか新庄がすでにやってたっていう。ああ、あのマウンドでやりましたね、はい、新庄さん。あら、もうやられてるんだみたいなそれいいけどな、やっぱりそこまでバカにならないと2人でコスプレしてて撮るっていうのもいいですけど、誰だか分かんないってそれもいいな、マスク系のやつで2人で、うん、分からないっちゃいいかもしれないですね。それでも新しいかもね。リオちゃんにも何かストームトゥルーパーとかね。俺ダース・ベイダーいいかな、それちょっといいな。いいっすね、それ。それふざけてていいじゃないですか。それでも流れますよね。絶対流れますね、テレビで、はい、そりゃいいな。でもちょっと事務所が NG かさあ着きました、原宿ですね。
中野坂上桜上水元代々木そして次が原宿と原宿はあそこと大島沿いの上の、はい、家賃的に約ここが30でも広さ的には代々木とあんまり変わらなかったですけど、ね、2LDK で30何万ここですからね。そうですよね、駅前ですからね。さあ遊んでる頃からここに住んだら最高だなと思ってたわけですよね。多分田舎から出てきてる頃から、はい、こんなとこに住みたいなと。そして次が中目黒だ。なんでこっから中目だったんですか。なんですかね。なんですかね。まあ家賃と広さっていうところと、あとはやっぱちょっとこの環境でずっといたので、うん、ちょっとやっぱ離れたところに 3L、まあ、最初原宿にまた戻ってきてるわけなんですけど。本当ですね。やっぱりなんか好きなんですよね、うん、さあ千駄ヶ谷、はい、はい、着きました。ここですね。ここですね。この中で2軒住んでるんですよね。はい、最初3階でその後ペントと。ペントで本当は花からペントに行きたかったんだけど入れなくて、はい、で3階まで住んで、それは要はあんな感じですか。ベランダがあって。そうですね。 3L ペントは 5L だったかな。ペントってだってあれどこまでが、あの一番上の木があるじゃないですか、はい、あれ全部あのバルコニーっていうか、はあ、本当にペントハウスワンフロア全部。そうです、全部です。はあ、それはすごいっすね。この閑静な住宅街で家賃は。でもね、100万円とかだったかな3階で。でペントはもっとしますね。しますよ。そこから想像してほしいですね。その時いくつですか。26、7ぐらい。7、8か。ペントが28、8ぐらいですね。長髪で、長髪で28歳で、まあ、10年前さっきのとこですよ。そんなことあんだな10年で。そうですね。魔法ですねこれね。ちょっとしたマジック、ちょっとしたマジックですよ。で今度疲労に行くんですよね。疲労ですね。それは2階建てでこうドーナツ型の家で、真ん中が庭になってたんですけど、はい、家賃はここよりでも高かったんですよ。そうですよね。すごい、でも良かったなあそこは。でいよいよもう建てちまうかと。建ててもいい年かな。いくつその時、いくつですか。もう建ててもいい年かな。30歳。ちょっとじゃあ行きますか。行ってみますか。じゃあこっからまたメインディッシュが 1.1 なんで 1.1 バージョンが。さあそして現在の家にたどり着きましたけども、はい、はい、前の DVD の時も見てますし、俺その今回すごい変わってるんですけど、僕が見てるんで、まあとにかく衝撃の嵐なんで期待してください、はい、17年前、風呂なし4畳半からスタートした2号の東京一人暮らし。しかしそれは時を追うごとに目覚ましくその姿を変えていった。果たしてそんな究極の成り上がり人生を歩んだ2号の城は今一体どんな姿へと形を変えたのだろうか。しかも先日改築したバージョン 1.1 テレビ初公開で、ここが鍵なんですけども、鍵どうやって開けるかっていうとこれですよ。これ5R のね、財布を当てると開くと。5 R にこうね、ライン入れたりイニシャルを入れたりやってくれるんですよね、これ、はい、最近、はい、じゃあどうぞ行きましょう。キッチンにしました。あれこれ、これなかった気がする。最近購入したんですけど。え、玄関に冷蔵庫っていうのはね、はい、ちょっといいかな。実際使える60年代の、はあ、あれはこれエンペラーの杖ですね。パルパティーンの杖。あ、スターウォーズの杖だ。
なるほど。ここだけでいいんじゃないんでしょうかね。もうここだって夢のワンルームでしょ。若者にとってはね。あ、何気にちょっと上に行こう。何気にね、まあ上に来る。ここに来ちゃったの。これだって前あのオフィスの方にありましたね。はい。来ちゃいましたね。偶然ですけど、このこいつのための空間のような感じしないですか。そうですね。これも前なかったんですけどね。ちょっきりハマりましたね。まあ靴があって、まあ、玄関ですよね、これが。今さんのこれも一応ちょっと、まあ、これも随分変わりましたね。新しいアレンジで、はい、もうね、もはや驚かなくなってきたね、このぐらいのことで。まあまあまあ、そしてここから望むこの景色をまあ見ていただきたいなと。バカラのシャンデリアが到着いたしまして、天井から鎖で吊るされておりますね。これ嘘じゃないんだよね。さっき桜上手にいた人なんですけどね。このね、灯火のようにこう、なかなかシャンデリアを上から見られるっていうのないかなと。はい。すごくこう変な場所につけるんですけど。火がつくようにつくんですよね。も今これで。もっとつくんでしたっけ？はい。次ハーフです。おお。でまたハーフの。で全開です。毎日はクリスマスです。これってホテルにありますよね、このシャンデリアね。バカラの。これはでも、下から見ると本当に綺麗ですね。今日の流れで見るとなんかニコさん、あのこう他の人の家みたいですね、なんかね。別の人の家に来た。そう、そして前回なかったのはこれですよね、ニコさん。それもなかったですね。ついにニコさんがテレビを買ったと思ったら、何この形っていう。これはやっぱりこのデザイン出てこないですね、日本人だと。出てこないですよね、やっぱり四角って思うから。どうぞ。はい。で、こっから見たこのシャンデリアね。これは夜全裸でも OK ですから。これも大丈夫です、おじさん。カフェの模型です。あー、本当だ。この2号さんがやるカフェのミニチュアというかモデルが。あー、すみません、ありがとうございます。そして、まあ、さっき言ってたこれ駅ですか。あ、大丈夫ですよ。本当ですか。大丈夫ですよ。そしてさっき言ってたこれは、はい、これゴヤールの。これ最近ですよね。これは3、4ヶ月前かな。結構今待ちますもんね、ライン入れてやると。痛いですね。ここニューヨークでやったんですけど、しっかりこれが入ってるんですよ。これ乗ってた車たちですね。ああ、本当だ。過去のこの前にマセラティ乗ったんですけど、はい、そっから結構ちょっとハマって、モデナ、ベントレー、CL、ゲレンデ、スパイダー、ランボ、ベントレー、SL、アーストン、これはもう古いやつですね。ロールス、ガヤルド、すごいな。ないですけどね、1台も今。1台もないんですね、もうね。この辺だよな。これがちなみに最初のお店です。あ、そっか、これだ。まあ、こっから世界の VIP とツーショットですよね。カルラガフェルドは普通に。そうなんですね。アレス・ヒルトン。ビヨンセ。ビヨンセ。JD はあのジャネットの彼氏ですね。はい、あ、で、これサングラスだったんです。あ、
なんだろう、格闘技で言ったら変な話なんですけど、力士の人がボクシングを体験してるんですか。同じこう格闘技なんですけど、うん、ちょっとやっぱりすごいですね。あ、やっぱそうですか、うん、なんでちっぽけなんだと、うん、思っちゃったというか、ちょっと変な例えでしたけど。わかりますわかります。これはもう原画ですか。これはあのシルクなのかな、シュープリントなんですけど、でもそれにしてもこれちゃんと立体的ですね。うわ、ちょっとこの辺も変えました。変わりましたね、また。これ全部何かの時間なんですか、どっかの国の。一応。うわ、すんげえ。しかもこの音ちゃんとするんですね。これはしますね。パラマウントピクチャーズの本当に本当のあれですよね、ネオンですよね、はい。そして前回あの散乱してたバナナがここに来て、バック型のソファーで何気に猫もいるっていう。何気にビートルズですかね。そして、はい、スティックもバナナ。はい。これ古いセットですけどね。これちなみにうちの親父が使ってたシンバルなんですけど。へえ。家にあったやつを。そして向こうのソファーも全部エイプに変わってるんですよね。やっぱ一気にこうなるもんなんだな、なるときはな。なんだろう、でもイケイケなのかな自分。ちょっとだってこう鋭角ですもんね、登り方がね。桜上水で溜めたんですねエネルギーを一気にバネをね。いや、何度見てもすげえなこれ。そしてこれが増えたんですよね、この2号記念館がもうダメかと思ってるんですけど、割とまだ声かけていただいて。さあ、そして変わったとこが結構夢でした、こういう風にするのが。なるほど。いや、それ分かります、男の子の夢ですねちょっとまだ今本当に片付けてるところなんですけど、これは何だろうね。これ何なんですか、このギターたちは。これは最初もともとビートルズのドンズバの年代の同じ形っていうのを集めてて、はい、どんどんハマってストーンズと同じとか、はい、集めてたらこんなになっちゃったっていう。これギター集めてる人が見たらたまんないでしょ、うん、俺こんな持ってるって知らないんじゃないですかね。まあそうですよね。ちなみにこれはジョン・レノンが持ってたやつの投資番号みたいになるじゃないですか、はい、次の番号。はあ、これギター買いに来たわけじゃないですかね、ここから見た人ね絵的にはどれにしようかなって話ですよね。 いいギターあるなこれ家とは思わないですねここ、うん、こっちはまあおもちゃ群があって、だってこれ下手なおもちゃの人あるじゃないですか。ないですよね、こんなにね。いや、持ってる人は結構いると思うんですよ、コレクターって。だけどな、こうやって飾れないですよね、うん、倉庫に置いちゃったり、また寝かせて売ろうとか、そういう考えの人が結構多いんで、ここで潰そうとしてるんで。結構日の入る部屋とか絶対見に置きたくないですね。ダメですよね、普通ね。もういいんだそれで。スターウォーズの全部スターウォーズです、ね、古い77年ですね。これもだって自身で買ってきたものもほとんどなんですよね、はい、ちゃんと全部。未だに集まってなくてまだやってますけど。オタクですね。夢叶ったりです。夢叶った。まあいろいろ見てきましたけども、はい、まあ、恒例なんで、はい、まあ、前回もこれあったんですけど DVD の方で、はい、行きましょう。これシャッターなんですけどね、駐車場のシャッターなんですけども、ちょっとニコさん開けていただけますか。はい。早いっすね。一回閉めていただいていいですか。止まるんですね。
すごいよな。はい、行きましょう。今いわゆる二号さんの倉庫に向かってるんですよね、これね。最後に、まああのおじさんが名付け親の名付けて申し訳ないですけどね、賃貸的なとこを今日見てきたんで、まあ最後はまあ今もうご自宅あるけどもさらに賃貸してるんで、そっちも行ってみるかと。はい、はい、まあでもこれ以上のあれはないかな。そうですね、うん、賃貸の最高峰なんじゃないですか。だってそうですね。そうですよね、うん、多分ヒルズ最上階っていうのは。いや、なんか変な一日ですね。不思議な。いや、いい体験させてもらってますこれ。本当ですか。テレビじゃなきゃあの家入れないもん。まあまあそうですよね。でも桜上水なり中野坂上の自分にこう話ができるとしたらどんなこと言います？ですかね、もっと頑張れよとしか言えないじゃないですか、うん、でもこうなるってことはそういう感覚が自分の中にあったってことですよね、頑張れよって。そうですね。そうですよね。まあでもその果たして17年が長いのか短いのかってことですね、うん、17年ってやっぱり大したあれですよね。長いですよね、うん、だからこれはどうなんだろう、急激ではないかなっていう、ゆっくり階段を上がったような気もするんですけど、うんうんね、まあでもいろんな人いるからな、うん、2年で駆け上っていく人もいますもんね、とんでもなく。そうですよね、うん、さあ、現在の、まあ、家があってもう一個賃貸と、はい、賃貸です。賃貸の歴史の、まあ、一番最新版ということで、はい、六本木ヒルズ最上階と。あそこに始まり、ここに終わるかわかんないですけど、どうぞ。いやー落ち着くな。まだこの子たちはここにいるんですね。はい、ここはそんな激しいチェンジはないです。ないですね。これですよ。だからね、僕はさっき桜上水で言った、あこの絵よりちっちゃいんじゃないかな。玄関、下駄箱、キッチンね、ちょうどじゃないですか、マジで。そうですね、このぐらいなのかな、ね、いやお疲れ様でした。お疲れ様でした。こういうテレビのロケはないですよね、こんだけ長い時間。長いし内容がね、もう振り返ることないですからね。ちょっと重いですよね。重いですね、うん、かなり落ち、まあ車でも話したんですけど、うん、ちょっと落ちたところもあり。テレビのロケじゃないと行かないですよね、なかなかね。行かないですね、うんうん、まあ、中までね、やっていくっていうのは、うん、いや、いい経験させていただきました。いや、もうこちらこそですけど、ありがとうございます。そう、だからこの間話してて、あることを突然偶然で発見したんですよね。僕ら誕生日が一緒なんですよ、ね、あ、そうだ。これキモいですよね。そうです ね、びっくりですよね。あ、これあんまり言っちゃいけないんだ、ニコさんって。いや、そんなことないですよ。あ、本当ですか、はい、あの1年ぐらい知り合いですもんね。そうですね、付き合い。全然そんな話しないで、で12月23日今度ライブやるんですって言うから、あ、僕の誕生日ですってふざけて言ったら一瞬固まったんですけど、一緒じゃん。ちょっとキモいですよ、誕生日つながりが。だからもうこれはチーム1-2-3っていう、1-2-3 その誕生日の人1223人集めるって言うんですか。いいっすね。まず小規定するべし、ょ矢田亜希子さん、武藤刑事、武藤さん、武藤さん、山崎雅之。おお、そうなんだ。どうすか、こうやって一日で17年間を、まあ、ある種振り返りましたけど、うん、感無量ですか。
でも早かったですか、この17年間は。早かったですね、本当。もうでも年取ることに1年が早いですもんね。うん、そうですね。まあ、これからは、まあ、これからですか。どうなっていくんですかね。今後の抱負、いや難しいな。もうもうやり尽くしたしな、行き尽くしたしな、気はしますけど、達成感とか満足感は持ってはいけない、常にハングリーで、常にハングリーで。でもやっぱり今日のこの映像を見るのが一番ですよね。この成り上がりっぷりっていうのは分かりやすいですよね。分かりやすいですよね、これ半分の人がよし俺もやってやろうと、で半分の人はもうやんなっちゃったとそういう回だと思うんですね、今回はね。まあじゃあ一応まあこれで今日はあれなんですけども、はい、まあ、カリスマスクって番組まだもうちょっとやりますんで、はい、もう一回どっかで、あ、いいんですか、その出ちゃって、ええ、かなと。で第2弾をお願いしてたじゃないですか、はい、できた。デザイン的にどうですか、進行中。はい、ほぼ、はい、ほぼほぼフィックス間近。マジですか、なんでここにみたいな、なんかもごもごすると思ったんだよ、足の裏が。あ、こんなとこに、こんなとこに。おー、どうですか、ね、ちょっとやばいんじゃないですかこれ。まだね、この紙の段階ですけども、これ今期のね、はい、単色表現のかもですよね。かもです。で、まあ、一応今日やってきましたけども、はい、まあ、この番組のいつも締めなんで、メッセージ、メッセージを、なんだろう、あんまり先のことは考えない方がいいかなっていうことでしょうか、うん、このこういうあそこから始まってここまで来るってもちろん想定もしてないし、こうなりたいとも思ってなかったんで、あのその今を一生懸命生きるっていうことでしょうか。なんか嫌だな、あんまりこう考えてなかったわけですよね。ないですね、いつかはあそこでとか、うん、から自然と例えば雑誌とかで、うん、このソファいいなとかっていうのは思ってたと思うんですけど、自然とこう変えるようになった、置ける場所もできた、うんうん、っていうことですね。違うか、いや、すごいいいんじゃないですか、いいですか、はい、人生は想定の範囲外だと、はい、すごいですね。何が起こるか分からない、何が起こるか分からない。ありがとうございました。ちょっとまたじゃあぜひお願いします。はい、何やりましょうね、次ね。この次ですね。次、まあいろいろ企画はあるんですよ。8TV。8TV。おかげさまで大反響でしたもんね。大反響でした、ね。最初の。はい。でこれもまた反響が。絶対ありますからね。何やる、まあ、いっぱいあるんですよ企画はね。だってまだ2号の顔パスやってないじゃないですか。あれはやりたいし。あと今日の桜上水の大関さんの家を2号さんが。リフォームするっていう、これも夢があると思うんですよね。それもな、あと普通にニューヨーク、ニューヨーク行くとか、ワンルームマンション作ろう、ワンルームマンション作ろうとか、それいいな、いいっすね、やりたくなっちゃいました。本当ですか、なんか紹介してください。あ、もう僕がじゃあそこはセッティングして、ぜひ、はい、あ、それをちょっとドキュメンタリーで見せてくのもいいですよね。そうですね、リンゴさんが作るマンションにみんな住みたい人もいるじゃないですか、うん、賃貸マンション買いたい人もいるかもしれないし、はい、それもやりましょうか、はい、なんかいろいろありますね。サルパンも、え、サルパン、カニパン、カニパン、そうだ、サルパン、カニパンに対抗して、サルパンね、あ、それも動きたいですね。それぜひやりたいですね、期間限定、はい、あ、それはすぐできそうですね。本当ですか、やりたいな、この形のパン。あ、これにつけて売るっていうのもありますよね。サルパンセットで、セットで限定みたいな、あ、何でもできるんだよな。まあ、あとはぶっちゃけ DVD だけツーショットみたいなね。そんなこともあるかもしれないですよね。 DVD はまあ特別で、そうです ね、 ね、だテレビではあって来たのっていう声だけで終わって、
DVD はここに座ってツーショットみたいな、うん、それもできますね。そう、うん、そうですね、まあ、何でもできますね。なんかいろいろ思い浮かんじゃいますよね。そうですね。だからそのそれを見れるサイトを作ってそこで流しながら DVD も発表していくみたいなこともできるかもしれないし、はい、そうですね。サイトもいいですね。面白いですよね。 あと前回の DVD に入って予告、あれもちょっと今回訳あって予告の続きをね見せたかったですね。見せ急遽こっちになったんですね見せたかったし作りたかったですね、あの続きをね。あ、そうだ、だからノーウェア潜入っていうのも全然面白いんですよ、一回。はい、はい、それもやりましょう。仕事場見ていただいて、はい、アパレルとは思えない環境ですからね。そうですかね、あんなおしゃれな。意外とおしゃれなアパレルなくないですか。あ、まあ雑多ですよね、意外とね。実はね、うん、今なんでスポーツとかするんですか。スポーツしてないですね。なんかあります、これ釣りですか、やっぱりスポーツじゃないけど釣りは、うん、やればできます。なこう投げ釣りとかですか。ルアーですか。ルアーですか。おー、うん、そういうのも面白い気がするんですけどね。確かに、うん、そんなとこかな、 DVD 的には。そうですね、これで、まあ、次も楽しみにしていただいて。いや、これはね、次またすごいですよ。すごいですか。すごいです。楽しみにしていただいて、はい、にごさんのスケジュールと合わせながらやっていきましょうか。はい、8TV から目を離すなよと。そうですね、いうことでよろしくお願いします。